果てしない戦いの続く機械惑星セーバートロンから今一隻の宇宙船が旅立った。時空を超えて彼らマイクロンがたどり着いたのは青く輝く太古の地球。そして今を巻き込むことは許さんぞ、メガトロン。こんな星などに興味はないわ。わしの望みはマイクロンのみ。それを邪魔する者は誰であろうと排除してくれるわ。大丈夫かね、君たち。遅ればせながらようやく私にも分かったの。コンボイの仲間たちは私たちを助けに来てくれたんだって。あ、そうそう、私はアレクサンドラ、11歳。アレクサって呼んでね。ラッドやカルロスと同じくコスモスコープ研究所で暮らしているの。ヤツの動きが鈍いぞ、一気に叩いちまえ。コンボイ司令。司令官、3人まとめて地獄へ落ちる。どうしたコンボイ、貴様はただのデクの方だったか。今日こそ叩きのめしてくれるわ。バレルの力を借りてな。あれ、マイクロンじゃない？本当だ。ウィリーたちの声に全く反応しないぞ。エボリューション。クラエコンボイ。あまりの威力に狙いが定まらん。だが、なんというパワー、なんという破壊力。なんてことだ、マイクロンはあいつらの武器をパワーアップさせるんだ。そんなことって。それであいつらは必死になってマイクロンを探していたのね。コンボイ、今日こそお前の、いや、お前たちの最後だ。
ラジェット。コンボイ司令官、子供たちは無事です。大丈夫か君たち。こっちも大丈夫だ。やれやれ、間一髪だったな。死ぬかと思ったわ。あら、見て、あれマイクロンパネル。メガトロン様、メガトロン様、お怪我は。わしのことなど良いわ。早くコンボイを叩け。ほほ。私がひねり潰してやる。黙れコンボイ。サンドストームはどうした。まだかカルロス。せかすなよ。トランスフォーム、うん、こいつもらいっと。待てくそあいつめ。サイバトロンの奴らめ。メガトロン様、これは。これはマイクロンパネル。引き上げるとき、奴らの隙をついて。でかしたぞ、サンドストーム。ち。お前たちもサンドストームに続くのだ。ははこんなところに。人知れずマイクロンのスペースシップが眠っていたのか。400万年もの長き時を僕たちが偶然見つけたんだ。それからこのマイクロンも。そうか、君たちが。ただマイクロンのパネルに触っただけだけど、でもそれでマイクロンが目を覚まして。あっどうしたのラッド。なんだろうこれ。それがあの連中やあなたたちを呼び寄せるきっかけになったんだね。そうだ、あの光が我らの星セーバートロン星に届き、全ての始まりを告げたのだ。の故郷の星。そうだ、ロボット生命体の生まれた星。我らサイバトロンも
破壊大帝率いるデストロンも、そしてマイクロンも。俺カルロスってんだ。サンキュー助けてくれて。私はアレクサ、本当にありがとう。でもさっきはちょっとヒヤッとしたわ。ああ確かにな、初めて巨大化した体をうまく制御できなかったのでね。僕はラッドです。ありがとう本当に。私の名はコンボイ、サイバトロン軍の総司令官を務めている。自分はラチェット。俺はホットロッド。さっきの連中はデストロン軍団だ。そのボスが知ってる、メガトロンってやつだろ。マイクロンを奪い取ろうとしたやつだ。ったく、あいつと来たら。あいつらがマイクロンをさらおうとするのは、マイクロンが強力なパワーを引き出すことができるから。そうだ、デストロンの連中はマイクロンのパワーを利用してセイバートロン星を制圧し、宇宙征服を図っている。俺たちはそれを阻止しにこの星までやってきた。それが私たちの使命なのさ。ひょっとして僕たちは開けてはならないパンドラの箱を開けてしまったのでは。いやそうではない。見たまえ。みんなデストロン側には絶対行きたくないってさ。君たちはマイクロンの言葉がわかるのかね。え、あなたたちにはわからないの。地球のあちこちにまだたくさんの仲間たちが眠ってる。それを助けてほしいってウィリーがそう言ってる。おお、君たちとマイクロンはどうやら運命的な出会いを果たしたようだな。宇宙の平和のためにもマイクロンたちのためにも、何としてもデストロンを阻止せねばならん。僕たちにも手伝わせてください。俺だって手伝うよ。私も。待ちたまえ、君たちを私たちの争いに巻き込みたくはない。でもデストロンたちはこれからも地球のあちこちでマイクロン探しを続けるわ。自分たちを進化させるために。それを止めるためにはマイクロンの言葉のわかる私たちの協力が必要なんじゃないの。あれ、アレクサは勉強が忙しいんじゃなかったっけ。大統領を目指して勉強一筋、俺たちと遊んでる暇なんかないんじゃないのかな。何言ってんのよこんな時に。せっかく友達になったマイクロンたちがあんな連中に利用されちゃうのよ。それにこれは地球の危機でもあるわけで、私絶対に。おかえりアレクサ、我らドロンコ探検隊に。なんかこれやんの久しぶり。なあ今のは何だい。拳をバシンバシンってぶつけ合うその儀式みたいなのは。これは俺たち仲間同士のいつもの挨拶さ。じゃあ俺も。ちょっと自分の大きさを忘れてた。ホットロッド。お。なるほど、こいつはいける。すげえ迫力。よし、ここを我らの基地とする。一体何があるんだよ。洞窟、何のこと。とぼけだって無駄だぜ。洞窟の前にお前の自転車が置いてあったのちゃんと見てんだからな。そりゃ初耳だ。その洞窟ってどこにあんの。待てよこら。知ってんだぞお前たちが洞窟に出入りしてるの。だから初耳だって言ってんじゃん。ヘイアレクサ。ディフェンスくらいちゃんとやれよ。僕もう嫌。やったね、俺たちのチームワークバッチリ。地震があった時僕たちあそこにいたんだぜ。地震？地震なんてあったの。だいたいさ、地震があったなんて記録残ってないだろ。でも地震のせいで研究所のコンピューターが止まったじゃないか。
記録に残らないような軽い地震で研究所のコンピューターは止まったりしないよな。そうよ、たとえ大きな地震だって予備電源が作動してメッタのことでは止まらないようになってるし。でも実際に止まったんだからちょっとの間だけど、そうパパが言ってた。ふーん、だったら何か他に原因があるんでしょ、システムのバグとかさ。うわー、すげえ。へへん、かっこいいだろ。前のが壊れちゃってパパに新しいの買ってもらったんだ。こんなの見たことない。そりゃそうさ、最新型だもん。宝物にしたいくらい。ねね、どこのメーカー？僕カタログ持ってるけどそんなのどこにも載ってない。じゃあさ、カタログが古いんだよ。それってすんげえ。ちょっち改造したんだ、もっとスピード出るようにね。色も塗り替えちったんだぜ。そろそろ行こうぜカルロス。オーケー、じゃな。イッホーイッホー。くそあいつら。ねえ、今変なジャンプしなかった？知るか。そんなことより例の発信機だ。ダメだよ、前の結局回収できなかったし、パパにバレたら大変だよ。ラットとカルロスのバカ。まあいっか、どうせあの洞窟の場所わかってるし。え、また行くの？当然だろ。ねえラット、さっきのあいつらの顔ったらなかったよね。ほんとおかしいったらあれしない。ちょっとあんたたち、何あんな目立つことやってんのよ。別にいいじゃん、あれくらい。そうだよ、固いこと言うなよ。何言ってんの、今度のことは誰にも知られちゃいけないのよ。あんたたちそれ分かってんの？はいはい、分かったよ。ママ。誰がママよ。貴様ごときにやられる俺様ではない。それはどうかな。最近なまってるんじゃないか、そのゴテゴテとした体、動きにくそうだぜ。おざき！動くなよ、俺の勝ちだな。そこまでだ。メガトロン様、勝負はもうついておる。これ以上戦うことはわしが許さん。ああまあこんなもんさ。なんですって？勝ったのは私です。そのマイクロンを手にする権利は私にある。勝負はついていると言ったはずだ。ではなぜ？お前の強いのはよく分かった。ならば自分のマイクロンは己自身で探し出せ。これはサンドストームが見つけてきたのだからな。わしのイメージをスキャンして現れよ、マイクロン。目覚めよ、サーチ。サーチをお前のパートナーとするがよい。はあ、ありがとうございますメガトロン様。ち、よいか。マイクロンはあの星の各地に散らばっている。それを残らずかき集めるのだ。はあ、洞窟がなくなってる。ビリー、ちょっと来て。ねえ、あの大暴れした後もなくなってる。どうなってるんだ？
すっげえ。ラチェットのとっつぁんが使えるように修理したのさ。へえ、すっげえ。カルロス、あんたっていつもすげえすげえばっかね。だってすげえものはすげえじゃん。他にも言いようがあるだろ。かっこいいとか最高じゃんとか。それって同じことじゃん。ラッド、え、君たちに渡すものがある。ラチェット。鳥？サイバーホークだ。サイバーホーク？何これ、かわいい。うわあ、すっげえ。きっと君たちの役に立つはずだ。じゃあ僕たちが手伝うのを認めてくれたってこと？必ずしもそうではない。しかし、どこかでマイクロンが目覚めようとしているんだって。コントロールルームへ急ぐぞ。コントロールルーム？言ったろ、ラチェットが修理したって、うん、すっげえ。たまえ、来いよウィリー。あ、待って待ってよ。私たちはコンボイたちと一緒にマイクロンを探すことになったんだけど、君と出会えた偶然が張り詰めた胸とかしてゆく。僕が生まれてきた意味を君となら見つけられるだろう。 Never ending on、 どこまでも続く道、君と二人で世界の果てまで歩いてゆこう。ラット、地球のどこかでまた新たなマイクロンが目覚めようとしているらしい。僕たちはコンボイたちと共に急行するが、でもそこへまたしてもメガトロンたちが襲いかかってきた。早く早くマイクロンを救い出さないと。その時仲間を守ろうとウィリーたちが合体した。やるじゃんウィリー。メガトロンなんかにマイクロンは渡さないぞ。戦え、コンボイ。